チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコー、はい、トシー隊長です。今ね、ダイエット期間中ってこと で今回はすごいですよ。とにかくすごい簡単、すごく簡単で作り置きできるね。で、ダイエットがいいね。もういろんなね、キノコにはね、いろんな、健康な、ね、栄養素があります。えのきは石突きを取って、はい、これをちょっとね、ほぐしておきます。はい、こんな感じですね。はい、続いてブナシメジ1パック約 200g ですね。これもね、石突きを落とします。では、キノコはね、とにかくね、食物繊維ですよね。そしてビタミン B が豊富です、ね。このビタミン B っていうのが、いろんなね、美容にもいいという、科学的実証が出てます。エリンギはね、そうだな、これ3等分ぐらいにして、まあ、大きかったら4等分ぐらいにして、でほぐす、食べやすい大きさにほぐしていく。こうすることでね、美味しくなるんですね、エリンギが。本当、キノコにはね、がん予防、生活習慣病の予防にもなりますっていうね、効果がね、あるんですね。キノコキトサンという成分が、ダイエットにすごく、いいみたいですね。椎茸、この軸の部分を切ります。ただこの軸の部分もね、出汁とかに使えるんで、僕は捨てずに取っておきます。はい、でこの椎茸はね、適当にスライス、5ミリぐらいにスライスしてください。はい、こんな感じですね。こんな感じでね、4種類のキノコを使います。この料理は、キノコを数種類使うことによって、うまみがすごい、生姜が約1かけらこれぐらいですね。これをね、細切りにしていきます。で、この生姜もね、免疫力を高める効果もあるし、ダイエットにもすごくいいですね。新陳代謝が良くなるんで、基礎代謝が上がります、体温上昇させて、要はいわば燃焼系、脂肪を燃焼させるっていうね、働きがあります。はい、そうしましたらね、今度フライパンでね、ワンパンで作ろうと思います。ちょっとフライパンを温めてやって、これごま油ですね。ごま油をね、ちょっと油を少し控えたいんで、小さじ1ぐらい。はい。で、ここでね、先ほどの生姜を入れます。はい、生姜ですね。で、これを少しね、香りが出るまでちょっと炒めていきます。うん、こうやってふつふつふつってしてきたら OK ですね。で、ですね、唐辛子、輪切り唐辛子、これをね、だいたい小さじ1ぐらい。このね、唐辛子も、ダイエット効果あります。カプサイシンがもう有名ですよね。はい、はい、したらね、ここでちょっとね、炒めてやって、ここで水を 150cc 入れます。これがね、日本酒 50cc、みりん 50cc、 あとお醤油が 50cc ですね。大さじ2杯。はい。いい香りですね。はい、そしたらね、このキノコを入れていきます。どっさりと。はい、これを全部入れちゃいます。たっぷりヘルシー。ね、
もうこれはもう痩せるもう食材しか入ってないですよ。体にいい食材しか入ってない。はい、でこれをね、火かけて煮ていきます。はい、ふつふつふつとね。はい、じゃあこんな感じでね、キノコを入れて、ふつふつしてきましたね。はい、ふつふつしたら、これをね、火を中火にして、ここから約ね、2分ぐらいですね。約2、3分煮て完成になります。今、ダイエット頑張ってますよ。はい、こんな感じでね、ふつ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 。大体2分ぐらいですね。約2分ぐらい煮て、こんな感じでね、キノコからとろっとしたとろみが出てきましたね。はい、美味しそう。匂いもすごくいい。これご飯にかけたら最高。うまそう。はい、じゃあもうね、これぐらいになったらもう火を止めて、熱を冷まします。ここでちょっとね、粗熱を取ってやります。これだけで完成ですよ。あったかい炊きたてのご飯に混ぜてね、混ぜご飯にしても美味しいですね。はい、じゃあちょっと余熱が取れたんで、完全にもう冷めたんでね、これをタッパーに入れていきます。密封できる保存容器に入れることで、こんな温度5度で約1週間保存効きます。生姜とキノコたっぷり、いいね。うん、美味しそう。はい、こんな感じですね。はい、あとは蓋をして、1週間保存可能です。はい、今日はなんと、ちょっと豆腐、このキノコはね、このやっぱタンパク質と一緒に摂ることでより良い効果が発揮できるんで、ちょっと大豆タンパク質である豆腐ですね。はい、大豆の豆腐を、豆腐の上にこれをねかけちゃおうかなと。これをたっぷり乗せて食べようかなと思います。今日はこんな感じで、ちょっとキノコ多めに入れていきます。はい、こんな感じですね。もう溢れんばかりのキノコですよ、ね、溢れんばかりのキノコ、うまそう。で、ここにちょっとね、青ネギを散らします。わ、うまそう。たまんないね、これね、作り置き。こんな感じですね。はい、こんな感じでできました。やみつきキノコの生姜漬け、これはね、ほんと美味しいですよ、ね、秋にぴったり、ね、秋にぴったりのね、ダイエットレシピです。体にすごくいい。そしてね、今日はね、今日の、ご飯は、いつもの僕がよく作ってるやみつき玉ねぎ、これですね。やみつき玉ねぎですね。大葉漬け、大葉入ってないけど、小松菜とかね、玉ねぎ、ピーマン、いろんなのが入ってます。はい、これの作り方は、やみつき玉ねぎを見てください。ね、やみつき玉ねぎ大葉漬け、これがね、84万回突破ですよ。すごいよね。ありがとうございます。本当にすごい。はい、こんな感じです。あとね、納豆。納豆と、オールフリー。これが今回の僕の、ダイエットご飯になります。よし、早速いただこう。お腹すいた。じゃあこんな感じですね。もうやみつき玉ねぎが最近僕の主食になってます。やっぱ玉ねぎね、血液サラサラにしてくれるのかな。すごいね、ダイエット中でも、体調がいいです。逆になんかいいです。油っぽいものと炭水化物をね、控えて、二日間ですごい体なんか寝起きとか良くなったかなって感じですね。はい。じゃあ、オールフリー。体を思うオールフリーですよ。嬉しいね。体脂肪、内臓脂肪を減らしてくれるんですね。本当かどうかわかんないけど。これね、オールフリーが美味しいですね。いろんなのがあるけど。自分は、このノンアルビールの中では、オールフリーが好きです。飲みやすいっていうのかな。はい。じゃあ、いただきます。お疲れ、チャラリンコ。あー、うまい。じゃあ、いただきます。今日でダイエット2日目。2日目のダイエットの献立、こちらですね。たっぷりキノコのやみつき、キノコの生姜漬け。これはもうダイエットの、ダイエットの大将ですよ、これは。はい、それではキノコからいただきます。しめじとエリンギ。
まあ、そう。美味しい、美味しい。いやーこれ美味しいですね。生姜が効いてる。で辛さもちょうどいい、ピリッとした感じが、このねキノコとピリ辛な唐辛子と、この生姜たっぷり入ってるやつ、いいね。体が温まる、体がポカポカ温まりますね。これは絶対ダイエットにいいし、すごく美味しい。これはうまいよ、豆腐にも合うね。うん、合う。このねキノコと豆腐一緒に食べたら最高。あ、ダイエットしてるのかって本当不思議に思うぐらいこれね美味しいですよ。最高。これ病みつき玉ねぎね、最近ご飯食べずに玉ねぎばっかり食ってます。あとごぼうとかね、こんにゃく、あと豆製品がいいって言われて豆とかもね最近食べてますね。あとオートミールは今考えてるところ、うん、いろいろね、いろんなもの、ごぼうとかこんにゃく、根菜も使いたいなとかね今考えてるところなんですよ。だから開発したらもうバンバンアップしていくんで。いやうまいっすね。うん、血液サラサラ、これうまいわ。やっぱ病みつき玉ねぎね、84万回再生されるだけあってね、うまいっすね。ちょっと玉ねぎが辛くなってきたんですけど、ちょっと水にさらして辛みを取ってもらえればもう間違いないです。これはそのままケルセチンを、摂取したいんで水にさらさずに玉ねぎやってますけど、ふとう食べて玉ねぎ食べて、でこのキノコと豆腐食べて、もう一食これだけで十分ですよ。ほんとこれでもう十分。よく噛んで、で、食べれば、もうほんとこの玉ねぎと納豆と豆腐とキノコと、これだけで、バッチリですね。これ一食で十分。一日これ一食で十分です。あとまあたまにちょっと野菜ジュース飲んだり、お茶飲んだりっていうところですけど、もう完食しないで、もうこれと、うん。まあそういった感じでね、体に良いものを食べていこうと思います。うん、うまいっす。ダイエット企画で、このね、病みつききのこの生姜漬け、たっぷりきのこですよね。本当にねこれすごく美味しいんで、あとご飯、炊きたてのご飯に混ぜて混ぜご飯にしたりね、いろんなアレンジも効くと思います。うん、で作っておけばね、いろんなキノコの入ったなめたけみたいな感じで、保存もできるんで、ぜひこれ作ってみてください。最高に美味しいです。はい、ってことでね、これが、美味しそう、作ってみたい、少しでも参考になったよとかね、少しでもなんか思っていただけたらぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。また見てね。グッ、うまい。